我が国の経済社会再生に向け特に重要な分野に予算を重点的に配分する日本再生重点化措置7000億円規模となるこの取り組みについて議論を行ってきた予算編成に関する政府・与党会議で12月9日実務者会合から対象事業についての報告が行われました。最終報告として日本再生重点化措置に係る 優先重点事業の選定案をいただきましたこれはこの政権らしい平成24年度予算の実現に向けて大変重要なものであります野田政権らしい予算編成のために設けられた重点化措置の対象はご覧の4分野これらの分野に係るものとして各省庁から117の事業の要望がありました実務者会議ではその中から優先し 重点をを置く39事業を選定中でも新たなフロンティアおよび新成長戦略分野を相対的に優先し海洋、宇宙グリーンイノベーションなど我が国の強みや成長分野に重きを置くことが報告され了承されました今後財務大臣におかれてはこの選定案に従って日本再生重点化措置にかかる。 予算の具体的な配分案を作成し、予算編成過程で政府与党会議にご報告をしていただきたいと考えています次回の会合では、その財務大臣から提示された予算の配分案の審議を行い、予算編成に向けて議論をさらに進めていく予定ですす最終的には私のの判断でで決定するのでよろしくいいた,だきたいと思います。